木イカウア教会木イカウア教会は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のカイルアコナにある、キリスト教会で、1820年に創始したハワイで、初めての教会である。現在は、改修派が合同した、キリスト連合教会に属している。選挙団体のアメリカンボードから派遣されて、オアフ島のカワイアハオ教会を創始したハイラム・ビンガム。 牧師と同じ船で1820年に着いたエーサーサーストン牧師の設計で、ニューイングランド形式の教会で、今の教会堂は1837年に建設された。日曜礼拝は2回行われていて、がある。現在は、改修派、キリスト教会が、福音改革派教会と合同して1957年にできた、キリスト連合教会に属している。 粉の有名な海岸通りであるアリードライブに面した大きな境界で観光客も一度は写真を撮りに歴史を学びによるところである。エイブリーフ h ストリーオブ of 木愛カウアチャーチハットサンデースケジュール木愛カウアチャーチハット木愛カウアチャーチカウルは粉の基本情報編ありがとうございます。